あんた誰だ。息に知らん顔はないと思ったわ。旅の者だが島から出られずにおる。でしたらこちらへ。昔語りを聞かにはなりませんが、皆で手を取り合い、こたびも乗り越えよ。侍からどれほど苦しめられたか忘れたわけではあるまい。こたびは昔ほど甘くはないぞ。何を言う。これだから和光度はいかんのだ。では息に暗き日々を招いた侍の襲来を語ろう。その侍の名は酒井忠。とうとう一歳の昔、非常なる侍の群れが息に襲い来た。頭の名は酒井忠。人斬りの酒井だ。酒井の馬はおぞましき荒駒、主の心を映した真っ黒なる鎧をまとう。得たり、人斬りは随分な抜かりをいたした。己がせがれを伴ったのだ。我らはせがれを虜となした。血に飢えし山犬の父を釣り出すためだ。愚弄なる酒井は罠へと飛び入った。その荒駒も無残に死んで、人斬りとせがれのみただ生き残り逃げおった。卑怯者よ。虚偽を申すな。全てざれ言だ。俺は戦場谷のでこの目で始終見たんだよ。俺もだ。どういうことだ。我が名は酒井仁、酒井忠の嫡男。父は息を救おうとなされた。救う。人を殺してか。己らこそ恩をあだで返しおって。恩なんて感じじゃねえ。敵討ちのために生きに来たんだな。嘘つきではあるが、敵として斬る気はない。まだ敵じゃないだけだ。やめとくれ。まるで犬の喧嘩だよ。敵討ちではない。助けに来たのだ。父上の馬鎧のことだが、あの日以来雪形知らず。だろうな。ありかを知りたい。大高族と戦うために使う。侍に教えるくらいなら死ぬ方がマシだ。お侍、もう出てってくれ。帰れ帰れ。あやつは馬鎧のありかを知っておる。言わぬなら影に隠れて密かに聞くほかない。ここには二度と寄らんでくる。
お、
ここには二度と寄らんで。なんだ。やつだ。人斬りの子だ。
ここには二度と寄らんでくる。あっちから音がした。いたぞ人斬りの子だ。帰れ帰れ。見つけた侍だ。帰れ帰れ。ここには二度と寄らんでくる。そこだ。帰れ帰れ。今音がしたぞ。調べるぞ。そこだ。いたぞ。人斬りの子だ。見事侍のことを口にするな、サナクバ。ジロいたぞ。この野郎。帰れ帰れ。二度と侍のことを口にするな、サナクバ。ジロ、あの戦で俺は家族を六人も失った。妹はまだ幼子だったんだぞ。みんな八つ咲きにされて、きれいに埋めてやることすらできず、どれほど悔やんだことか。あってはならぬことだ。
それで語りの続きは。ああ、そうだったな。ここからがこの語りの肝なんだ。社会は罠に落ちて荒駒を失った。息の者ども追い込めば、人斬りとせがれは戦場谷へと逃げ走る。社会は足を引きつつ進み、副兵どもに行き合った。そこで待ち受けたる兵は二武器刀の数人のみ。されどそれにてこと足りた。ただ人たちが酒井忠の首級を奪った。侍どもは逃げ帰り、我らは酒井の馬から鎧を剥いだ。それからは息の高き馬に鎧を着せたが、いずれも乗り手を殺めたのだ。あたかも人斬りの怨念がたたるがごとくな。しかしてこれを飯田なる秋人へと売り渡した。馬鎧を積んだ船が沖へ出た時のことだ。急な大風が息を襲った。空に轟く雷鳴は時の声とも思われて、荒ぶる風が岸壁に飯田が船を吹き寄せて海の木図へ。その船はまだ船座の津にあるという。伊豆国か船の墓なる船座の津、酒井の馬の鎧やあらん。さても恐ろしき話だろう。鎧は船座の津にあるのか。おそらく初めの船にあるはず。飯田家の旗が印、色は金、いや赤か。呪いは偽りではないぞ。あの鎧を馬に着せれば、馬はただしのごとく生き血を欲し己を殺すであろう。
田家の旗だ。父上の馬鎧、馬に合うとよいが。よく似合っておる。呪われていようと俺を落とすでないぞ。まるで父上の馬のようだ。流れ屋から守ってくれよ。大高族、野営が見つかったか。さあ行くぞ。
なぜだ。その馬鎧、まさか酒井忠の馬鎧、その祖父が受け継ぎ呪いは消え失せた。あれほどの仕打ちを受けてなお助けてくれるとは。敵を見定めるがよい。かつて俺は弱きを助くよう教えを受けた。叔父の志村殿とお前の言う人斬りから。父子のことは決して許せねえ。だがその息子は情け深い立派な男のようだな。よもやこんなことを言う日が来るとは。ありがとうよ、酒井の息子。得られまい。すべて幻。惑わされるな。酒井家と知られては困る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 。
やる。幾日も閉じ込められてたんだ。死ぬかと思った。もう安全だ。あの集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。煙が。
ヒアリの跡だ。新しいな。住んでおった。私に用があるって？何？害するつもりはない。陣と申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。やだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて私が戻るまでに。あんたは来な。待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。次、山猫様がお呼びだ。セーベ、使いが上手くなったじゃないか。俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。自慢のことなったでしょうか。山猫の一味は慎重で兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる？一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。ふん。では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう。ブーンを。あんたも
戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。いつまで続く？
島から戻ったそうだ。ああ、どうせ僕の連中に嫌気が立ったんだ。旅の方、息の出ではないようだね。ずいぶんと立派な鎧のようだが、どこで？海賊から買い取ったものだ。息で身につけるとはたけだけしい。私は椿、馬鎧の染料を売っている。先日馬鎧を手に入れた。酒井忠が使っていたものだ。呪われていると聞いたが。ではそなたが生きている間に頼みたいことがある。酒井家の旗を見たことは？雨風にさらされて色は抜け落ちたがね。今や侍が戦に敗れた地の印にされているだけだ。では収集せねば。古傷を忘れ蒙古との戦に先進すべき時だ。なるほど、仰せの通りだが、あいにく忙しい。代わりに集めてくれぬか。染色を試したい。もちろん礼はしよう。これでは足らんな。また寄ろう。酒井家の旗だ。足らない。もういくつか集めてまた寄ってくれぬか。杉と落ち合うはずだが、どこにおる？山猫の一味、倒しておかねば。ありがとうございました。見惚れちまったよ。あんた侍ではないの？実は何者なんだい？お主と同じ人に追われる身だ。入り江を探った。あいつら人とヒアリを引き換えてる。人売りということか。これ以上許すわけにはいかん。ああ、
二手に分かれよう。浜の小勢を始末しろ。俺は船を。私よりうまく船に忍び込めるわけないだろ。だが山猫は手強いのであろう。私が殺さなきゃ。あいつは弟なんだ。身内を殺せるのか。ああ。では海辺にある奴らの野営へ向かう。しかし相手は多勢だな。あいつらのヒアリを奪ってあんたに加勢する。よし、猛虎は海賊に裏切られたと思い、いずれ切り合う。合図で居所を知らせる、うん、焚き火に細工をして火を大きくしよう。死ぬな、杉。あんたも。近くに高台がある。万平がいるけど。万平は俺が切る。その後北の海辺で待つ。次が船に忍び込むまで待つか。調べてみよう。焚き火を用いて合図を送れば火槍を放てよう。海賊と猛虎兵、厄介だな。この結託も今日までだ。杉に知らせよう。
北の海辺で杉と落ち合うか。この赤い傘は
さらば杉、心安らかに眠ってくれ。三平のところに戻り、司祭を伝えねば。どの曲にすれば心安らぐ。質素な調べでなくとも良いと学んだが、母上は床に伏せる前、よく一人で鹿を見ていた。かまってもらおうと寄りかかると、父上からお叱りを受けた。母上は、俺の頬に触れてこう言った。安らぎは忍び寄ってくるものではない。その真意は何であったのか。何があった？杉野文だ。皆を守るためには私が失せるほかない。この心持ち、あんたは分かってくれるだろう。追われる身で亡くなる日がいつか来るとよいね。生きておったか。死ぬな、杉。生き延びるのだ。そいつに近づくな。
けらめ、いずれ見つかる。父という過ちの匂いを放っておるからな。Ah!
ホールド。Legion Harcinta. Huge wish wish. Here, tent way. Ready. Saran Borgan Jara.母上が生きておればこの地をめでたかもな。最後の曲を奏でよう、母上のため。鹿のそばに母上を運び、俺はこの曲を吹いた。風変わりな調べであったが、俺が作った曲に母上は目を開け微笑んだ。心の内を全て明かしたかったのだが、しなかった。聞こえたから物言わずとも伝わると。
子に嫌われてんだ。せっかく魚をやったっていうのに。やっと腕のしびれが消えた。助かったよ。安全なところへ。抜かるでないぞ。これを感謝の印として。よく戦ってくれた。多勢に無勢かと思いきや、まさか全て討ち取るとは。助かった。石膏は生かしておくな。必ずや猛虎を退かせよう。助けて。待たせてしまったな。危うく死ぬところだったよ。命の恩人だよ。もう安全だ。
Beach Boss!
さらばだ、龍蔵。
お前さえ守れんのか。似合ってる。名をつけねばな。影、世を守る闇。許せ、影。いつか穏やかな旅に出ようか。父上が一つ目の野営を敷いた場所。若、これより父君がお話を。鎧をお召しください。さあ、父君のところへお連れいたす。奴らは己のことを思い違えておる。さながら武家だと。だが、あやつらは武士か。いや、違う。ふん、ネズミよ。欲深く荒らかな病のネズミだ。そしてようやく巣を見つけた。こっちだ。父上、ご無礼を。お主らの所従は五匹の首を取れ。そしてお主らはおのおの五十。不足あらば泳いで帰れ。支度させよう。まずは竹の辻へ進む。父上。その鎧で戦へ。よく見せてみろ。綿紙が緩い。土で打て。他はよし。お許しを。過ちから背かず学べばよい。それで死なずに済む。稽古を思い出し、わしから離れるな。残るべきでした。今さら目を澄まし決して抜かるな。自慢のことなれ。自慢のことなったでしょうか。
心にモヤがあるようだ。あの最後の戦で父上は船を出した浜へ戻らねば。根津の番をしたな、亡き父上のため。その曲、美しいものでございます。成り合っておらん。父上を忍ぶ曲だ。失礼を妨げてしまいましたね。父君の荷ですが、いくつか見つからないのです。私が探す。しばし待て。承知いたしました。父上、続きは対馬で。戦で折れたと叔父上から聞いたな。父上の力におののき、逆刀は直ちに降参したとか。大風の雷光のごとく、大山の雪崩のごとく、これすなわち堺の強者なり、父上の遺言となってしまった。これは母上が書いたもの。母上の声を思い譲るため。どのような声であっただろうか。陣、ほどなくして出立だ。しかし足立殿、父上の荷が見つかっておりません。近くで海賊を見たという者がおります。さあついてまいれ。承知しました。しかし下に無念であった。皆は悲嘆に暮れておる。痛み入ります。大海の民は弔いの手はずを整えておる。わしが陣を連れて参ろう。父君も。
お助けすべきだった。さすれば陣も切られておっただけだ。お主が家督を継ぐのだ。じきに父君の鎧も継ぐことに。私はふさわしくない。足立殿、大勢の海賊が向かっていると早馬が、急ぎ出立すべきかと。しかしまだ荷を積み終えておりません。捨ておけ。人の命の方が大事だ。酒井殿のご下旨だ。行け。息での思い出から逃げてきたが、再び相対して父上の本心を知った。戦の後、酒井忠という鎧を脱いだ後は一人の男だった。常に何かを追い求め、いや己から逃げていたのか。あの日ついに立ち止まってくれたが、時すでに遅かった。いつの日か父上の死を受け入れたい。あの曲を仕上げよう。